ス体験モデルへ。日産の考える未来のマニュアルドライブとプロパイロットドライブを体験していただきます。あなたのドライブをサポートする AI です。ドライブをより安全でより楽しくサポートします。車とスマートフォンが自動でリンクし、乗車している人を認識しました。事前にセットした目的地や音楽データなどをシームレスに取り込むことができます。ドライバーのスマートフォンから目的地がセットされました。それではマニュアルドライブモードでスタートです。複数のセンサーで周囲を監視し、危険の可能性のある対象をいち早く特定します。万一事故の可能性がある場合は自動ブレーキを作動させ、ブレーキ操作をアシストします。正面から対向車が来ましたね。こんな狭い道では誰もが不安になってしまいます。そんな時はナローパスアシスト機能が働きます。推奨経路を確認しながらハンドル操作ガイドに従って運転すれば、自信を持ってすれ違うことができます。前方の車を追い越す時も後ろの状況が気になりますね。そんな時デジタルサイドミラーが自動でワイドな視野を表示します。今までにない新しい音楽の選び方も AI により楽しめます。音楽を変えましょうか。皆さんのプレイリストにある共通の曲が見つかりました。この先市街地に近づきます。街の景色を楽しめる自動運転に切り替えますか。ドライバーが右ボタンを押すとプロパイロットドライブモードに切り替わります。ステアリングが格納され、シートが倒れます。これで自動運転に切り替わりました。自動運転中 AI があなたのお好みと関連する街の情報を表示します。あの人だかりは何でしょうね。検索してみます。どうやら右前方にカフェイベントがあるようです。このイベントでカフェマキアートにお好きな絵が描けるようですよ。イベントに参加されますか。それともこの情報をシェアしますか。花火の音が聞こえてきましたね。花火の情報を検索しました。近くで花火の情報をアップしている人がいます。ルートを変更してあの花火を見に行きましょう。ここで体験デモは終了です。またお会いできるのを楽しみにしています。誘導があるまでそのままお待ちください。